はい、パナソニックの加藤です。実は何度かこの Linux カーネルのバージョンと LTS っていう、まあ、ここにいる方々は非常に知ってる話だと思うんですけど、それのまあ紹介させていただいてたんですけど、実は今日のちょっとメインはボフって書いたんですけど、あの Wiki の方にはこれはちょっと導入でちょろっとだけなんですかね、まあ、ひょっとしたら私の話初めての方もいるかもしれないんで、ちょっと5分程度でお話しさせていただいて、で、ちょっと最後に皆様から意見を募りたいというのが、まあ、私の思いです。で、まあ、ちょっとこんな感じでバッと目次書いて、これ PDF、もうすでに置いてます。ビキノに。で、これもともとはですね、何のための資料かと言いますと、実は社内の、Linux を開発してるというよりも使ってる方々に当てた資料なんです。というのは、Linux の仲間で見て開発してる人って実はトータルで見るとすごいそんなに多くなくて、場合によってはとりあえず Linux 動いてるチップを買ってその上で何するかぐらいのイメージで、まあ、商品とか製品開発してる、まあ、部門も、まあ、弊社でいうと結構あります。で、そういう人たちってLinux に言い方はですね、興味ないんですね。バージョンが何であるとか、何ができて何ができないとか、でそういう人たちに、まあ、せめて外れのバージョンを引かないでほしいという思いで作ったんですね。バージョンにも興味がないので。で、もちろんチップ選定の時には値段とか、もっと言うと、いろいろともちろん機能から選定理由はいろいろあると思うんですけど、あくまでこれは Linux のバージョンだけの説明に絞ってます。で、まあ、入手ルートは様々ですよということで、まあ、こんなふうに書いてあるんですけど、まあ、圧倒的にチップメンターから提供を受けてそのままっていうパターンも多いんです、実態として。で、そういう人たちにその源流となるカーネル、まあ、Linux カーネルって一体何なんですかっていうのは、このカーネル .org っていうところでまあリリースされてるカーネルなんですよというので、まあ、一般的にはこういう感じで、まあ、故障されることがありますねと。で、まあ、皆さんこのページって、まあ、見たことあると思うんですけど、まあ、そういう人たちにはですね、まず一体 Linux の、極端し Linux にはいろいろとバージョンがあるというところから説明しないといけないですね。で、まあ、ここでもいろいろあるけども知っておいてほしいのは、実はこのレイテストカーネルって、まあ、このレイテストステーブルっていうので、まあ、一応これが今開発されて、まあ、一番ステーブルなバージョンで、これは一応今日新幹線の中ですぐスクリーンショットを撮ったので、まあ、今の状態なんですけど、で、開発中のものがあって、ステーブルとロングタームという実はバージョンがあります。でよくよく見るとここ EOL って2月28日になったみたいですね。で、すみません、これはたまたまその時撮ってたもう1年前の話なんですけど、こうリリースされた直後はですね、このメインラインとここのバージョンが一緒だったりしますと。で、まあ、その中でですね、その今開発されてたりステーブルは 4.15.7 になってたんですけども、ステーブルなで&ロングタームっていうバージョンがまずありますよっていう話を、まあ、教えてあげないといけないですね。で、まあ、ここにいろいろごちゃごちゃ説明が書いてありますけども、まあ、実は先ほどの、まあ、ページのここのリリース地図っていうところをクリックすると、まあ、こういう情報が実は表示されて、まあ、現在ですとこのバージョンがいつリリースされて、一応現時点で公表されている、エンドオブライフになる時期までっていうのが一覧でちゃんと載ってますと。で、そのカーネルの、まあ、ライフサイクルっていうものがきっちりあって、なんかわからないけど勝手にバージョンアップされてるのではなくてですね、これちょっと宗像さんの資料から、お借りしてるんですけども、まあ、そもそもこのアップストリームのカーネルっていうものが、まあ、大体まあ、バージョンアップが、まあ、60日から70日で次の、まあ、バージョンが出ますと。で、まあ、あるバージョンが、まあ、ロングタームバージョンに決まるとですね、この中で、ドット1、ドット2というような感じで、まあ、マイナーバージョンがどん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 アップデートされていきますと。で、まあ、その他にもですね、この EOL、EOL、EOL って書いてますけども、まあ、最新のバージョンからマイナス2のバージョンは、まあ、要するに、になった瞬間に、まあ、エンドオブライフになりますと。まあ、その中で、
どこかのバージョンがこのロングタームバージョンという認定をされて、まあ、このこれ全くなくないとですね、基本的には2個前がどん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 エンドオブライフになっていくというルールなんですけども、まあ、それから外れてロングタームでサポートされるバージョンがありますよということで、で使う方からすると、けどそのバージョンアップって何かルールあるのとか聞かれるんですけど、これしっかりちゃんとステーブルリリースのルールっていうのがあるんですね。ここはルールドットテキストなんで、この右側の、日本語訳は、カーネルドキュメントの日本語訳とちょっと私が勝手に赤字で、うちの開発者に伝えたいことを、赤字にしたんですけども、まあ、明らかに正しくテストされているものでなくてはならないとか、100行より大きくてはいけない、ただ1個のことだけを修正しているべきで、本物のバグを修正しなければならない、これはバグであるかもしれないがみたいなものは存在のものではないとか、あとはここは短く言えば重大な問題を解決しているとか、でいかなる些細な修正も含めることはできない、要するに、まあ、ここのルールで例えばスペル修正みたいなそんなものは入れてないと、で、パッチ自体が同等のパッチ自体か同等の修正がリーナスの、要するにアップストリームで存在しなければならないと、まあ、こういうちゃんとルールがありますよと言って、まあ私の中の開発者をちょっと安心させるわけですね。で、ここからそのロングタームステーブルカーネルって一体何ですかという話、もう、釈迦に説法なんですけども、過去は、2.6.16 が初めての LTS だったと思うんですけども、もちろん今エンドオブライフなんですけどね、まあ、その後どのバージョンがこのLTS になるかってもう明確なルールなかったんですね。主要なディストリビューションで採用されたものはなんか結果的にいつまでもメンテナンスされてるとか、そういう状態だったのが、まあ、実態なんですけども、もうすでに7年前、2011年の8月に、この LTS のメンテナーのグレッグさんが、まあ、LTS の選定ルールをちょっと提案したんです。これも今多分クリックしたら載ってると思うんですけども、まあ、その時のこの時の提案が、毎年一つのバージョンを LTS にしましょうと、なんとなくではなくて、で、その LTS は2年間は、メンテナンスはしましょうということを提案されたんですね。で、まあ、これが今日のスナップショットなんですけども、これ今日のスナップショットなんで、なぜこの2017年11月21日時点って書いてるかと言いますとですね、このページのリリースに、これ昔はなかったんですけど、ラストアップデートの日付が表示されているようになっていて、で、まあ、ここの結果、まあ、今日のスナップショットに限らず、これ多分2017年11月21日の、まあ、状態になってますと。で、まあ、今こういう状態なんですけども、まあ、ざっくり言うと、まあ、これはうちの社内向けなんで、まあ、どういうのが結果的に今 LTS としてメンテナンスされているかというと、3.2 かなり古いんですけども、これは、Ubuntu 12.04 とか、Debian 7で実は使われてますと。で、3.16 が、まあ、Debian 8。で、4.1 はこれ2015年の LTS。すいません、この LTS in 2015って勝手に私がつけた言い方なんですけども、まあ、主に Android 結構使われてますよとか、4.4 は Ubuntu の 16.04 で、このバージョンは2017、まあ去年の9月のリナノコネクトで、このバージョンを6年間の LTS にしますよっていうことが発表されて、実はその時にここの日付が多分アップデートされたと思います。で、4.9 がこれは2017年1月にグレッグさんが LTS とすることをアナウンスして、Debian 9に使われているバージョンで、今 4.14 が最新の LTS で、これは2019年9月にもうこれもグレッグさんがこのバージョン LTS にしますよとアナウンスされて、まあ、LTS になっている。で、エンドオブライフが、まあ、一応今決まっていて、で、ここのエンドオブライフは、メンテナーの方がもうちょっと伸ばすっていうとここがアップデートされて伸びることが、ありますけども、少なくとも今の時点で、まあ、宣言しているのがこうなってますと。で、今グレッグさん3つ見てますけど、この方は実はデビアンのメンテナーの方ですね。で、サナさんはまだオラクル
所属かな、まあ、あのメンテナーの方がいますと。で、まあ、いきなりまとめなんですけども、まあ、社内向けには、この LTS っていうバージョンがあるので、ちゃんとルールに従ったアップデートがされているので、まず、何も知らずに Linux ボードを選定するんではなくて、せめて、買うときに、このカーネルのバージョンを聞いて LTS が使われているかどうかをチェック、まあ、しましょうという話で、まあ、具体的なチェックポイントとしては、これ実は、まあ、スライドなんでこの程度なんですけど、もうちょっといろいろバラバラと、私は実は内部向けには書いてるんですけども、まあ、要は、なんか、リラックス選定の担当者になったり、まあ、そういう、状態になれば、LTS のバージョンを使っているかどうかぐらいはちゃんと聞いて確認すると。で、じゃあ一体今だったら 4.14 使ってるんですかね、ということを確認しましょう。あとはこのマイナーバージョンの部分もちゃんとアップデートを行っているとか、まあ、そういうのを確認しましょうというのでですね、実は前回か前々回かちょっと、まあ、平松さんに もっと具体的にいろいろチェックポイントを教えてあげた方がいいんじゃないのという点を受けて、一生懸命他にもいろいろバラバラと僕が挙げてたんですけど、ふと思ってこのチェックポイントをボフでみんなから集めたら、私一人で一生懸命考えるよりももっといいチェックポイントと、こんな回答返ってきたらそれは地雷だぞとか、ベストなんですかね、アンサーはこう聞いたらこう返ってくるのが望ましいとかいうのが集まるんじゃないかと思って今日来ましたっていうのが実態で、私は要するにやっぱりボードとか BSD チップの選定者だけども、まあ、それこそ上田さんじゃないですけど、孤軍奮闘でとりあえず買わないといけないけど相談する先がないとかいう方もいる中で、まあ、その人に、まあ、今回はLinux のバージョンのチェックポイントとかの入れ知恵をしたいというので、実はいっぱい書きたかったんですけど、あえて1個しか書きませんでした。ここをちょっと埋めてほしいですね例えば、まあ、今動かしてみてる Linux カーネルのバージョンは何ですかと聞いたときに、LTS を答えるのか、いやテストだけだったらアップストリームの RC 何もまで動かしてますよとか答えれるか答えれないかで、その、まあ、会社の最新への多分追随度が見えると思うんですね。まあ、ここはその最新のメインラインを使っているかって書いたんですけど、ここで極端に回答に困るようではちょっと質が知れているとかですねまあそういうのをちょっと感じていて、ここについてぜひとも入れ知恵を欲しいというのが、僕の今日の僕なんですけども、あとはですね、今日はいないのかな、もなかさんいたら面白かった、チップベンダーとしてはこういう質問をされたら嫌だちょっとか、こういう質問が来たらうっこいつ知ってるなってなるような質問を集めたいです。もなかさん今海外にここの質問されたらなんか分かってるなとか困るなとかいうのもあると思うんですけど、まあ、今回はもちろんそれじゃなくていろいろ他のチェックポイントあると思うんですけど、あくまで Linux の、まあ、バージョンについてちょっと集めたいなというので、何かないですかね。はい、どうぞ。某半導体屋さんとかにも話するときに、開発環境はすごく聞くんです。ノクトかビュードルーとか、でノクトだったらバージョン出してってすごく聞くんです。なるほど。というのはノクトがちょこちょこ変わってて、でちょこちょこ変わるたびにコンパイラーのバージョンが変わって、それでまあ、うちの場合だとソースコードが古いっていうのもあって、 GCC が5とかいくとちょっと困るんですよねそういう事情があって、開発環境に関しては細かく聞いています。これどちらかというと、ちゃんと最新に追随しておいてほしいのか、自分の環境に合わせてほしいのか、どっちだったか、まあ、両方の意味ですね。コントロールする必要があるっていう意味、うん、これ一つ目の質問でよくわからないんですけど、誰に聞いている質問を想定してますか。だからそこはもう対峙する人がわからないところもあるんですね。だからいきなり営業かもしれないですよ最初は。あ、いえいえ、どっちかというと、これ社内の どちらかの部署に聞いているのか、それとも取引先ですね。もう買うときにですね。だからチップ買うときに
何も知らずに買うんではなくて、ちょっと聞いた方がいいんじゃないかっていう。でもっと言うと、まあ、これで結局決まるわけじゃないんだけども、この先には例えば LTS のバージョンすら上げてこないようなとこには買うなと言ったんです私は。まあ今ないとは思うんですけど、もっと言うとだから 4.14 にを使ってるって言ってくれるか、使ってなくてもいつにはバージョンアップできるみたいなとこまで言えないと、なかなか古いバージョンをつかまされるのを私は避けた方がトータル的にはいいと思ってるので、社内には基本的に今だったら 4.14 なんてぼっていう回答が来ないようなベンダーはちょっと買うというふうに、まあ、覚悟して買ってくれという言い方をしています。多分ちょっとズレっていうかなと思っていて、バージョン番号だけだとダメなんですよ。で、まずそのメインラインを使っているかという話ではなくて、メインライン、アップストリーム化してますかっていうのが一つあるんですよね。要はフルにオープンにできるところ、ちゃんと GPU バイオションとかなくて、オープンにしてるよねっていうのは確認する必要があると思います。それはありますね。うん、これがないと、これらのネットを使わされて、後で GPU バイオション、ユーザーから指摘されるっていうことじゃないかな、ね。っていうのと、あとは、結果的に、アップデートとかがベンダーロックインというか、契約切れたら誰もできないとか、そういうふうになるってことですよね。そういうことですね。で、それはね、その半導体ベンダーであるとか、SOC であるところの提供ベンダーに対して、アップストリーミングのポリシーを聞けっていう話にも近いですね。そうですね。それはしておいた方がいい。で、あとはだから、そうなると、アップストリームをしているのはいいんですけど、製品で使うのにアップストリームは、ね、使えないですから、そうすると今度は安定版カーネルとして、まずどの安定版カーネルにサポートするのか、やらせてくれるのかっていう話と、あと、例えばそれを何年か面倒見ますかっていう話っていうのはしないといけない。もし、フルに例えば安定版カーネルこれこれ使うと完全にサポートされてますと、だからあとは安心して、最新の LTS 使ってください、このコンバージョンの LTS 使ってくださいって言われたら確実に安全だと、でそうでなくてちょっと実はこの安定版にプラスまだバックアップしないといけないんだけどっていう話になったら、でそれいつまでにいつまで面倒見てくれますか、もしくは次の LTS に間に合わせますかっていう話を聞かないといけない、でそれは自分たちの商品のリリースサイクルと合わせないといけない、バックポートとのスケジューリングはあると。そうですね、バックポートのスケジューリングのビューですね。なんか加藤さん、これいい仕事になりそうだね。いや、そうだね、一人でうなりながら書いててもある程度からはちょっと、なんですかね、案が出ないので、ちょっと軽く息抜きでネタを、もうはっきり言って、この1ヶ月間で目の前にあるものを投げつけたくなるような、そういう事件にちょっと直面していて、もうぶちまけちゃうんだけど、いまだにカーネル 2.4 をメンテいたしますと言ってそれで乗っけてきた半導体企業っていうのがつい最近あって、本当に物を投げつけてやろうと思ってる。ところが、いろいろまだもう少しちゃんと調べないといけないんだけど、分かってないらしいので、その半導体ベンダーが 2.4 というのはどういう意味なんですかっていう話でやると、それであるとかメンテナンスというのはどういうふうに考えるんですか、あなたの責任はどうなんですか、あなたの責任は GPL ライセンスですからあなたの責任ですと、どうも言われたみたいで、弊社は。もうその瞬間にその場に俺いたら何か物投げてただろうなと思うんだけど、だけれど場合によって本当にその例まであるっていう、これははっきり言って皆さんの笑いを取るためのちょっと息抜きなんですけれど、もうこれからもうどうやってその企業にアプローチしようかって今ちょっと内心作戦を練ってるところなんですけど、でもまだ本当に強いのがある。だから
とか、まあ、色濃くあの 3. 何々みたいなバージョンを使いたい人たちとか、うん、あの社内でこれは本当に知らない人はあのまあ、家からでも本当に LinuxOS 動けばいいっていうぐらいに思ってしまってる人がいるので、そこについては逆に私あの先ほどみたいにもうまずは簡単なチェックポイントでもうあのこれだったらやめなさいみたいなあの僕に決定権はないんですけど、まあ、アドバイスはしてあげないとあの平気で安かろう悪かろうのパターンは実は、まあ、あれないで言うとあります。なんかあのインナルロジックはあのすごく不安に思うのにメンテナンスは後でやらないといけないコストとかリスクとかあるよ、セキュリティのリスクとかもあるよっていう話って不安がらないんですよね。言われないからなのかもしれないけど、ビデオ回ってるから いいんだけど、ぶっちゃけ話にするとあの本当にぶっちゃけ話をすると、みんなもオープンソースソフトウェアライセンスコンプライアンスコンプライアンスなんて言うけれど、例えばメーカーがオープンソースソフトウェアライセンスコンプライアンスでへぐったとしてもそのメーカーが痛いだけだけれど、あのそのこのサポートができないであるとかって話はお客さんに直に影響する話なので、そっちの方の話の方がよっぽど真剣になるべきだと僕は思う。その僕って誰だってビデオに映ってないからわかんないよであもちろんあのリーガルの問題っていうのは大切だっていう話はあの決してあの否定する気は全くないし、そこのところの裏にあるのはあのコミュニティっていうものの意向を組んでちゃんとやっていきましょうっていうところの裏打ちだからとても大切なんだけれど、その一方ではっきり言ってね、あのやっぱりあの例えば 3.18 であるとかそういう古いやつを使うっていうのも別に構わないと思うんだ、ある意味では。あのそういうところでちゃんと絞ってね、その部門がまたはその部門の周りにいる人なんかも含めてこれだったらちゃんとメンテできるっていうものを作ってる場合は僕はそれで OK だと。だけどはっきり言って 2.4 なんてそんなのありえないし、であとはあの一方でそういうような業務のあの重荷負担を減らすっていう意味ではやはり今出たような 4.4 である、誰かがロングタームステーブルでやりますよって言ってるものにそれに便乗するっていうのはとってもいいアイデアだと思うし、そういうことはもっと広がらないといけない。それでいくとさっきも話したと同じなんですけど、バックポートとのスケジューリングというよりはバックポートをする量ってどのくらいあるの、つまりそのどのくらい乖離しているのかっていうのが結構あの問題なんですよね。でもともとあのサードパーティーIP が入っているから、サードパーティーのドライバーがあって、これはアウトツリーだからどうしても我々にはそれにできませんって結構あるんですよ。で、まあ、そこはいいでしょうと。でもじゃあそれのメンテナンスってどうするんですかって言った時に、実はいやあの一応 LTS の4.5つのリリース、これこれには対応してますっていうふうな言い方をしてくる可能性があるんですよね。でそこで固定しちゃうっていう風になっちゃったら、うん、あのアップデートできないじゃないですか、うん、危険ですよねでこれはあの LTS を使っている意味が全くないので、はい、だからサードパーティーでなんか結局 LTS に追随しているように見せかけて、そうあのこのデバイスというかは、まあサードパーティー製はもうこのバージョンにしか対応してませんみたいな、そうです、あのエクスキューズがつきまくってると何ら意味がないってことですね。です、これ使う側からの要求で変えざるを得ないっていうのは私の場合は多々多い、あの結局某 B 社は今ベースとして 4.4 っていうのを LTS の 4.4 で固定していて、それ以降っていうのは結局ふらついてたんで、まだ変更してないんですよ、うん、なんだけども実際出してるのって今 4.8 出してる、 4.9 出してるっていうんですね。これなんでかっていうと OW っていうメーカーソフトウェア OSF さんがそれで固定しちゃってたりとか、うん、R3 っていうとか固定しちゃったりしてるんで、どうしても使う側からその要求が来ちゃうで、そうするとそれを上げてやっても話っていう形
なのでワンタイムだけでも結局それに対応してざるを得ないっていう状況なんです。それがちょっと危険なんですよ。やっぱりワンタイムでやるから、じゃあバージョンアップって、なんか10代に例えば今回メルトダウンとかスペクターとかありましたと、実は対応しないといけませんでしたっていう話になった時に、誰がその費用負担するんですかっていう話になるんですよね。それはいいのかな。結局自分たちで自分の首絞めるっていう状況。そういうことですね。よくない循環にはなってるような現状です。今の現状でいうと、Linux カーネルって大体1年弱以上の脆弱性に使われるんですよ。つまり3日に1回はアップデートしないといけないはずなんですけど、じゃあ3日に1回ずつコスト払っていくんですかっていう話になっちゃう。それは今いなくなっちゃった、帰っちゃったけど、さっきの AGL の坂部さんの話にあった話で、そこのところのやつをどうやってシステム化するかっていうのはすごく大きな課題ですよ。3日に1遍というやつはみんな自分の製品に全部絡んだわけではない。だけどそれが絡んでるのかどうかっていうのを評価し続けるっていうのは必ずやらないといけないですね。あとこれを、まあ、私は一生懸命社内に、まあ、全くこんな気もなかったような人たちにも一生懸命ことあるごとに言ってるのは、こういうことをちょっとでも言うことによってやっぱ業界として、まあ結局言っただけでまたすぐにパナソニックがどこまでコストかけてるんだ、ちゃんとエコシステムの中でベンダーさんにお金払うのかっていうのはまだできてないんですけど、やっぱりまずこういう意識がありますよっていうのを見せていかないと、極端な時、まあ、営業さんがこういうこと聞かれたら営業が帰ってなんかパナソニックこういうこと聞くようになったぞとか、まあ、そういうのも多少あると思うんですね。いきなり一朝一夕でやっぱり変わらないので、知らない人にも知ってもらって変えていきたいっていう、それをどんどんユーザーさんというか買う側から知ってもらえると、作る側の資金も変わるんですよね。結局毎回毎回自分たちでアップデートしていくのってもう無理だっていうのを気づくから、アップスレン化してちゃんとLTS もちゃんと入れるようにしましょうっていう話になっていくわけなんですよ。そういうなんていうか、そこからのそういう意見を営業からも全然聞かないから、みんなやっぱりどっかで肯定してもう出してしまえばいいだろうみたいな話になってしまう。ちょっと軽くぼやきみたいになるんだけど、いわゆる組み込み系っていうところの業界って本当の意味では脆弱性であるとか、そういうところで痛い目にまだ合ってないのかもしれない。そういうところで本気で痛い目にあるっていう話になると、この問題っていうのは大炎上するんじゃないかなって僕は心配で心配でしょうがないんだけど、あとはそういう意味ではエコシステムっていうのは加藤さんがちょっと言いかけたけれど、例えばそういうことをやるっていう半導体の企業、これは半導体の企業が、これもさっきの草川部さんの話につながるんだけど、いわゆるレッドハットと同じようにディストロみたいな形でちゃんとそれをやることによってお金を得られるという構造っていうのがかけてるとするといいんだが、ある意味みんな半導体メーカーの本音としてはハードウェアのおまけみたいに使われてしまってる、企業の中でのポジションという意味では、その中で僕は本当にルネサス の、 村瀬さんであるとの努力っていうのは素晴らしいなっていうふうにいつも思ってるんだけれど、でもそういう人が半導体企業からなかなか見えてこない。ちょっともう少し大きな問題があるな、本当に産業界としてどう考えるのっていうのは結構大きな問題だろうなというふうに思います。なんかこれは本当に私パナソニックももともと半導体部門がっつりあったので、社内のその時でも結局こういう活動を社内の中での半導体部門と、社内お客様の時でもやっぱり擁護していかないと、なんですかね、現場はやらないといけないの分かってても見えない経営層まで全然届いてないというか、でやっぱりそこで現場のお客、現場も含めてお客様がバージョンアップとかそういうところを求めてるっていうのを、分かってもらっていくのと、その結果例えば次のチップでコストが上がろうが、そこはまたこちらも買う側として分かりましたって言えるかどうかっていう
まあ、ボールが返ってきて今度こっちの責任でそれを、まあ、ジャッジメントするわけじゃないですか。その流れを作りたいですよね。今多分ないというかどこかで途切れてる気がするんですよ。いやでもあのこれはステマですけどイナのメンバー自体はあのそういうふうな形で考えていて、そういう意味ではあの、まあ、パルコさん記者も含めてメンバーなんて変わりつつあるというところですね。その一方でどこっては言わないけれど、もうお首にも言えないけれど、ある半導体メーカーがあのデバイスライバーのメンテに対してあのどう考えてもその半導体のエラッタであるとかそういう情報がなければメンテできないっていう領域のデバイスなんだけど、デバイスドライバーなんだけど、それが GPL で出てる Linux 用であると。で GPL がよって内側は一切保証しないと。で全てあのお客様であるあなたのところはメンテしてください、以上終わりって言って帰った某半導体メーカーの営業がいて、これはもう調達のグループも含めて劣化のことを思ったんだけど、これはオープンソースっていうもののライセンスのインテンションはそうじゃないのさ。あのどっかであの北欧の方で中指を立てちゃった人もいるみたいなんだけど、いやいやその会社だったら言ってないよ。だけれどあのそういうような高度なあの、まあ、あのデバイスドライバーっていうの、その半導体のエラッタであるとかそういうものまで必要なようなものっていうものまで、あの GPL であるからユーザーの責任ですっていうのはこれははっきり言って僕は非常によろしくないなっていうふうに思ってっていうような話になる。はい、あとまあ今日これを書いてて私の資料やっぱり全然ダメで、この背景をもっと開発者にやっぱり伝えないといけないですね。私としてもだからロングタームがありますよではなくて、そのセキュリティリスクとか要するにバージョンアップに対応できないことで、まあ、どういうリスクがあるっていうところからこういう話を説明しないといけないっていうのをちょっとその反省でこの資料チャレンジ向けでバージョンアップしたいと思います。多分あるから使えようじゃなくてもっとあのなぜまあセキュリティリスクとか深刻だと思うっていうところで、まあ そうしてもっとあの響きやすいっていうわけではないですけど、ちゃんとこれ結局何のリスクあるか考えてみたら私の資料じゃ分からないんで、それもあの言い方あれですけど煽るわけではないけども、あの想定としてきっちり書いた方がひょっとしたらあの現場よりもうちょっと課長部長さんとかには分かりやすいかもしれないし、それはありますね。むしろ営業さん巻き込んだ方が本当はいいのかもしれないですよね。あの戻る時にやっぱり最終的に責任取らないといけないんじゃないかと思います。本当にそう思う。だからオープンソースについてのここら辺の話っていうのをどうやってそういう営業部門であるとか、あの半導体営業なんてオープンソース、ね、なんか俺関係するのっていうような人たちばっかり、でも関係するんですよって話でつなげるにはどうすればいいのかって本当に思う。もう本当に思う。であとはあのそうですね、こういう話をどういうふうにやっていくかですよね。はい、なんかちょっとすいません、重苦しい感じにもなりましたけど、まああのやっぱりここに持ってくるとこれでまた僕は中向けにはもっと背景とかアップデートしてあのやろうというあの気持ちにさせてもらえたので、あの本当にありがとうございますというのと、あの本当 もっとなんですかね、もう普通にこんな感じで聞けばとかこういうとこチェックしてるよとかあれば、うん、あのやっぱり、ね、皆さん他の人の話聞くとやっぱり気づきあると思うんで、あのそういうのを、ぜひ共有したいな。そういう意味ではね、これはあの2週間ぐらい前にあの僕体験社内で体験した話で、あっと思ったことは、ある大きな部門から次のバージョンの Linux を選定するにあたって、うちの方からもどのバージョンを LTS にするかっていう話 あのアピールをしたいっていう話が出てきたの、ね、でそれはこれこれこういう理由があってこういう理由があってって、これはそこの部門 あの Linux の利用っていうもののレベルが一つ上がったなっていうふうに僕は思っていて、ちょっとこれはどうするかって来週あのアメリカに行って ELC であのどうせアメリカの連中とも会うからディスカッションしてみようと思うんだけれど、
どう思いますかね。そうやってね、自分たちはこういうような理由でこのバージョンを LTS にしたいんだっていうようなものっていうのを、意思表示するっていうのは僕はすごく価値があるかと思うんだけれど、もちろんそれがソニーだけ、あ、言っちゃった、うちだけの自己なんていうの、セルフィッシュな、独善的なというか利己的な理由だっていう話はあんまりよろしくないと思うんだけど、みんなにとってもこういうふうに思うよねっていう話で意見形成をしていくっていうのは、僕はこれはちょっと悪い話じゃないなっていうふうに思っていて、ちょっとやる気になってると思うんだけど、そうですね、今も含めて今やっぱりこれ話が関連だけで言ってますけど、僕、うん、はそこだけじゃなくて、そうなんですよ、ライブラリーもそうだし、ツールチェーンも実はそうだし、アップデートできるところをどうやってアップデートしていくかとか、どのくらいの頻度で回してお客さんに届けるとか、じゃあ本当はエンタープライズまで行くとインシデントのセミラリティを決めて、じゃあどのくらいで回しますみたいなことをやってるじゃないですか。本当あれがデバイスと一緒に OS を売ってるベンダー、OS とかアプリケーションを売ってるベンダーって本当はそこまでやらないといけないんですよ。自分たちでレベル決めてどのくらいで回していきます。もうおもちゃだったら、このぐらいでいいでしょうかとか、いやそれは例えば医療機器だった方ですよとか変わってくるじゃないですか。でそういうのも本当は内部でなんていうか条件とか決めてやっていった方がいいと思うんですけど。同感ですね。本当に。ただその一方でそれを半導体ベンダーがまあ要は重荷にならないような形で、過剰な重荷にならないような形でできるようにするにはどうすればいいのかっていう話で、それを半導体ベンダーにマネラにして、だからお前みんなやれっていうようなやり方をやると、おそらく半導体ベンダーが考えが回っちゃうというか当たっちゃうので、やっぱりなんとかね、新しいやり方というか、お互いにうちはここのところはまでやるよっていうような、お互いにこう譲歩できるようなやり方っていうのを見つけていかないといけないんだろうと思うので、ちょっと話はでかいですね。いやでも本当はそこまでやった方が僕はいいと思うんですよ。っていうのはもう、うん、Windows、パソコンの Windows のアップデートもそうだったんですけど、あれもやっぱりあれだけマイクロソフトが力入れたらって思って、自分たちの OS の売り上げだけじゃなくて、その上で動いているサードパーティーのアプリケーションがからデータ抜かれたりとかするのすることで、マイクロソフトも強くやるなって評判自体落ちちゃうじゃないですか。でそういうのも含めて考えると、対応しないとすごい損になるわけですよね。で、今って一番それで問題になっているのはスマホなわけですよ。いつまでたってもものすごく古い OS だったりとかカーネルだったりとか使われている。でも皆さんのそのスマホの中に入っている情報っていうのを考えてみたら、どれだけ大変なことかはそれがよくわかると思うんですよ。だってこの中に財布が入って、財産一式入っているわけじゃないですか。伝わってるわけじゃないですか。ブラウザが入ってそこの中にキーが埋められていると、じゃあそれ盗まれてもいいのっていう話ですよ。これはちょっと立場の理由になるんだけど、でも逆に言うとそういうことまで理解した上でそのバージョンを使ってるっていうのはどういうことかっていうのはよく分かってる、でそのためにこういうアクションをやってるっていうのを逆に言うっていう、そういう立場もあるんで、だからそれはすごいコストがすごい上がってるんですよっていうのはあるの。でもそのいけない、決して自己弁護してるわけでも何でもないんだけど、その中でもやっぱりそのバージョンに止めないといけないっていう外的な要因っていうのもあったりする。例えばプロセッサーベンダーの対応であるとか、まあそこはそうですね。だから最終的にどっかのベンダーがそういうことをアピールし始めた時に、他のベンダーに対してなんていうか強烈な優位性になっちゃうというところも含めて、経営上のリスクとして考えた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。いろいろ私としては情報集まったのでこれで中向けにはちょっとアップデートして、まあ、これも結局まあ粛々とやらないよりかはやり続けないといけないと私は思っているので、もちろん本当はもっと細かく開発環境からツール戦略全部いろいろコンサルできたらいいんですけど、まあ、私はそこまでちょっと無理なんで、まあ、ここから少しずつやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。